みなさん、こんにちは。私はまゆです。今回でこのコーナーも3回目です。手話を少し覚えてもらえましたか？今回も皆さんと一緒に簡単な手話を覚えて表現してみましょう。今月のテーマは感情表現です。まずは楽しい。両方の手のひらを広げ、胸の前で2度ほど交互に上下させます。それでは皆さんご一緒に、楽しい、楽しい。びっくり。右手の人差し指と中指を左手の手のひらに立て、びっくりして飛び上がる様子を表します。それでは皆さんご一緒に、びっくり、びっくり。面白い。両方の手を握り、このようにお腹を2度ほど叩きます。これでお腹が痛くなるほどおかしい、面白い様子を表します。それでは皆さんご一緒に、面白い、面白い。次はショックです。両手の甲を付け合わせ、左胸に突き刺すように当てます。それでは皆さん一緒に、ショック、ショック。次は怒るです。両方の手のひらをこのように上に向け、腹わたが煮えくり返る様子を表します。それでは皆さんご一緒に、怒る、怒る。どうでしたか？皆さんもカブッキーと一緒に手話を楽しく使ってみましょう。それでは3回目のレッスンを終わります。またね。